里崎チャンネル。こんにちは。さあということで今回はですね、はいはい、まあ、オリンピック関連で言うとサッカーはアンダー24じゃんね。そうですね。でも野球はフル代表じゃん。うん、でも仮によ、はい、野球もアンダー24だったらどうなんのやっていう。そうです。強そうじゃん。強そうです。しかも今年ちょっとルーキーとかね、うん、すごいですね。若いのえげつないから、はい、だから今回はですね、うん、今回のテーマはアンダー24でやっても強いんちゃうかっていう、はい、うん、なんかイメージ強そうですね、うん、だからオリンピック24人で、はい、24歳以下でチームを組んで、はい、金メダル取れるんちゃうかっていう選考を今日したいと思います、はい、うん、はい、ちょっと年齢ちゃんと調べないとですね。そうそうそう、そこを調べなきゃいけないからね、うん、結構難しいけども、はい、もう決まってるとこあるから、はい、佐藤、はい、佐藤君、うん、阪神の、うん、だってもうね、はい、1年目だから、はい、ルーキーは社会人じゃなかったらもうほぼほぼね。そうですね、うん、だからピッチャーは早いよ。早川、ああ、早川、うん、山本由伸投手まだ入るんじゃないですか。山本入るの、なんかまだ23ぐらいじゃなかったかな。いつもまだ若い。22。山本、山本、まだ22な、えぐいな、はい、じゃあ宮城君も入るんじゃないですか。宮城も入る、ね、まだ10代ですよね、うんうん、伊藤博美も入るんじゃん。あ、そうだ、大卒1年目、うん、名前だけ選んでポジションは後で考えよう、はい、まず24歳以下を調べなきゃいけないからね、はい、いいなと思う選手言っていただいたら、ね、あとじゃ あの伊藤、あの阪神の、阪神の、ああのピッチャーのね、うん、はい、伊藤将司、はい、あとは平投手って何歳。平いけんじゃん、まだ若いですよね、うん、21です。21、平、はい、古林は大卒、あ、社会人、社会人行ってんな。24ですか。いけるいけるいける。いや、今年25の年です。あ、じゃあダメだ、はい、あ、97年か、7年まで、97年まで、はい、でも今年だから、だから96年の早生まれでもいけるってことでしょ。あ、そういうことは、そういうこと、はい、そうです、そうです。あと、阪神は伊藤選手もダメです。あ、ダメな、あ、96年の5月。あ、じゃあダメじゃん。ダメだ、今年25だ。へ、そっか、社会人行ってるから。そうなんだ。高橋優輝いける。お、何歳ですか今。ん、24歳、97年2月。あとじゃあ奥川、ああ、10人を揃えなきゃいけないからね。はい、今1、2、3、4、5、6、7人。あと何歳かってやるのが難しいよな。うん、分かんないもんね。あと誰かいるかな、若そうなので。生きのいい森下は。森下、ああ、大卒2年目か。森下23。おじゃあいけるじゃん。森下、森下、今井いけんじゃん。ほら、今井、西武いきます。うん、98年生まれだ。おお、余裕ですね。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、6、7、8、9。あと1人、あと1人。リリーフとか全く関係なく選んでるから、はい、全員先発。あ、川野、川野、おお、いけるいける。98年、日本ハム、堀、堀いける、堀。あと泉、ソフトバンク。あ、今戸郷投手ってどうなんでしたっけ。あ、戸郷いけんじゃん。まだ21です今年。あ、じゃあ戸郷もいけるね。お、あと森浦、広島、橋本、中日、ヤクルト、金久保、金久保。 あと及川、阪神。あ、結構名前上がりましたよね。うん、まあ、これこの中選ぼう、ピッチャー。はい、続きキャッチャー。はい、キャッチャーはね、坂倉。そう、坂倉選手そんな若いのか。うん、森選手、佐藤俊也。ああ、森選手はそうか、松幸投手と一緒だから25か。でセカンド牧だね。はい、 DeNA の牧選手。うん、うんうん、サードが村上。はい、まあ、ファースト村上でもいいけどね。うん、でじゃあ中野選手も入るんじゃないですか。うん、中野がショートだね。うん、あ、でも小園もいるからね。ああ、まあでも中野ショートだね。はい、サード林いるからね。ファースト村上、サード林だね。サードに林選手入れて、うん、でセカンドが牧でしょ。はい、で外野がライトが佐藤、外野ライト佐藤君、センター若林とか入れたいけど怪我しちゃったからね。うん、磯畑も怪我しちゃったからね。センター初期やな。初期ライオンズのアイト選手とか。おお、
いんの24歳です。お、じゃあいいね、ベンチだね。ちょっとこう入れておきますね、うん、紅林幸太郎くんはどうでしょうか。うん、でもショートだからね、中野がいるからね、はい、そうなんですよね。19歳、うん、書いといてもいいよね。ちょっと候補に書いておきますね、うんうん、で黒川ね、はい、楽天の、うん、あとキャッチャー柘植だね、西武。はい、うぐさ広島。ああ、いい活躍してますよね最近、うん、谷川原。谷川原、そうか、じゃあ岡本入れないんだね。岡本が25になる年だからね。そうですね、あ、ダメなんだ、うん、栗原とかね。うーん、一つもう一つ上行けば いるんだけどね。あと早生まれだとありがたいんだけどね。そうですね、うん、97年生まれからだからね。なんかライオンズ若い選手多いイメージ。中野ダメだね、96年生まれだもん。 あ、ダメだ、うん、お、じゃあ小園やな、ショート。ショート、じゃあ愛とレフトやな。お、レギュラーに、うん、DH がいるね。そうですね、あと DH、 野手があれやな、難しいですね。うん、安田か。はい、安田 DH の谷川原をキャッチャーと外野併用で、はい、だキャッチャーは坂倉、佐藤、谷川原だね。谷川、柘植選手はどうします。今いやー、やっぱあれやな、佐藤俊也抹消やな。坂倉、柘植、谷川原やな。坂倉選手、柘植選手、谷川選手、谷川、はい、でファースト村上、セカンド牧、サード林、ショート小園、レフト愛斗、センター初木、ライトに佐藤、はい、で DH 安田、うん、でベンチが紅林、黒川で和田。ああ、和田幸四郎、足のスペシャリストで、うぐさ選手は抹消、はい、バランスでね。そう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 、はい、これで今14人ですか、うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14、うん、はい、難しいですね野手。うん、ちょっと難しいね。はい、でピッチャーだね。はい、ピッチャーいっぱい名前挙げましたからね。まあ先発は山本でしょ。はい、で早川、はい、で森下、はい、東郷、あと1人で宮城くんじゃないですか、うんうんうん、でこれでまあ先発確定だよね、はい、先発はいいですね。いいね、うん、でで平だね。はい、リリーフ平、平、はい、で川野だね、はい、で伊藤博美だね、うん、で1,2,3,4 あと2人、高橋優希投手、奥川投手、今井、堀瑞希、泉、森浦、橋本、右がいないね、うん、まあ、あと左、橋本。おで、さあラスト1人、ラスト1人は1,2,3、お、ユーティリティ、はい、右やな、左3枚いるからね、早川は、うん、あ、早川、あ、左でもいいんか、高橋優希やな、おお、決まりました。先発ローテが山本、はい、森下、戸郷、早川、宮城、はい、で高橋幸、うん、6枚目、はい、で中継ぎが伊藤、平、橋本、河野、はい、打順決める、打順決めちゃいましょうか。1番センター初木、2番セカンド牧やな、はい、で3番佐藤、はい、4番村上、うん、5番林、おー、6番坂倉、はい、7番愛斗、うん、8番安田、はい、9番小園、左ばっかり左ばっかり、はい、まあ、それじゃない、紅林をね、小園のところに出して、まあ、そうですね、いいしね、DH を紅林にしてもいいし、はい、でちょっと打順いじって右左、まあまあ、入れ替えはね、効きますからね。そう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 、これでいこうか、はい、アンダー20、アンダー24、ね、いや野手って意外と若い人決めるの難しいですね。うん、でも結構いる方だと思う、まあ、いますいます、そこそこ、うん、頑張ってていいのがこれだね。はい、結構ピッチャーいいんちゃう。でも先発すごくないですかね、うんうん、若い力がすごいですよ、うん、アンダー24もそこそこいけると思う。でも左ばっかり、はい、1,3,4,5,6,8,9 右牧と愛斗しかいない、はい、ピッチャーも結構左いますしね、うんうん、まあということでね、はい、まあ、これも強いね、はい、これもね、ぜひね、戦わせてほしいですね、戦わせてほしいね、はい
ということで、はい、まあ、皆さんも考えてみてください、はい、結構ね調べるの難しいです、はい、